随和寺川は、福岡県糸島市、福岡市西区を流れる二級河川である。西隣を流れる雷山川水系とともに、糸島平野を形成する。下流部では池田川とも呼ばれる。セフリ山地を構成するイバラ山北六に源を発し北流する。より山頂側には室見川西上流部のの川地渓谷があり、水源を共にする。 源流部には二つの小滝があり、上流側が落差13メートルの安の滝である。源流部一帯は、セフリライ山県立自然公園に属し、ふもとまで降りると、茨山のメイン登山口として、山の家等の市営施設も整備されている。一区橋より下流が二級河川指定区間であり、同時に、江付近まで、福岡県道563号随梅寺池田線が、並行する。 茨山橋を過ぎると、随売寺ダムのダム湖となり、西の谷川を合わせる。堤高64メートルの随売寺ダムを抜けると、標高150メートル程度となり、随売寺橋からは、随売寺集落の水田地帯となり、流れも緩やかになる。西隣に波流する雷山川との間は、途中まで高台となっており、曽根地区の住宅街が形成されている。 東隣を流れる支流の河原川との間は、高低差があまりなく、五つ地、三雲地区の集落以外水田地帯となっている。中流域は、弥生時代における、伊都国の場所と否定されている地域であり、流域には、三雲南工事遺跡、月山古墳、葉山古墳、曽根遺跡群など数多くの史跡がある。最大支流の河原川は破壊にて合わせ、西九州自動車道を抜けると、 糸島市の市街地、破体と福岡市西区スセンの間を抜ける。川口付近は水崎川との間に水田地帯が広がっており、漢字屋区間へ入ると同時に、すせんジ市街地を流れてきた、終戦寺川及び水崎川の本流である、弁天川を合わせる。漢字屋区間では、支流の水崎川のほか、独立した二級水系である江ノ口川が流入する。 福岡県道54号福岡島前原線の今津橋を越えると今津湾となるが、漢字を区間は今津付近から伸びるさすぎて閉塞されており、その内側は浜崎今津漁港となっている。下流部の内池田宮園橋から池田川橋までの区間は両岸に合計約200本の桜並木が形成されている。これは1909年頃に植樹されたものが、 大正時代に大樹となり、住民の憩いの場となったものであるが、現在の桜は、大半が1990年の糸島市立畑、小学校開校100周年記念として、まばらになっていた桜並木を復活させるべく植樹されたものである。精錬桜の並木道とも呼ばれ、池田精錬会による草刈り等のボランティア活動のもとで保護されている。 おしおいの橋より流下流型湖岸新設工事の進む、随梅寺川糸島平野は、随梅寺川及び雷山川が運搬した、堆積物によって、かなり山、石が竹の島し部と本土が、陸続きになり形成されたものである。ゆえに中華流域は、標高差があまりなく、洪水が広がりやすい。かかる水害を低減させること、及び高度経済成長に伴い増大し続ける。 福岡市内の水需要を満たすことを目的とし、最上流部での随売地ダムの建設が1971年に着工し、1977年に竣工した。その後、1985年6月に豪雨及び台風6号が引き起こした水害で、床下、床上浸水32個の被害が発生した。これを契機として、中選寺川合流地点により、 上流520メートル区間の河川改修に1989年度より着手、築堤、川戸国策、護岸整備を開始した。まもなく1991年9月には台風17号による出水があり、椎葉井川は2カ所で破堤を起こし床下、床上浸水407個の被害が発生。池田地区、高田地区を中心に、宅地、高地、 約28ヘクタールが浸水した。同時期には、福岡都市圏のベッドタウンとして、JR 地区非千円線の人口が増加してきているのに加え、九州大学の糸地区キャンパス移転計画に伴い、流域の泉、田尻地区で、土地区画整理事業が本格化していることから、河川改修の進展は急務となっていた。事業費予算の上限撤廃及び、 都市基盤河川改修事業の取り入れのため、九百九十七年から九百九十八年にかけて、支流の水崎川及び下の谷川が、巡洋河川から二級河川へ、昇格。二千一年には、終戦寺川の中華流部が同じく二級河川へ、昇格となった。二千三年三月及び二千五年十一月に、河川整備基本方針、河川整備計画を策定し、 本流、終戦寺川、水崎川、下の谷川の4河川を築堤、川戸国策等の河川工事の対象とした。随梅寺川は、川原川合流地点より下流 4.3km 区間が対象となり、身を筋確保や植生回復等を図りつつ、おおむね10年に1回発生する規模の降雨による洪水に対応する計画である。工事は、下流部にあたる。 正大橋付近より若谷橋までの2330メートルに月先行して進められている。また、流域の高田地区は、糸島市内の浸水対策重点地区の一つとして、河川改修事業に合わせる形で2016年度より2024年度までの予定で、雨水幹線の水路改修が進められている。一方、随梅寺ダムの有効貯水量は227万。 立方メートルで、福岡市が1万5千立方メートル、日、糸島市が7千立方メートル、日の水利圏を有するが、十分な貯水量を有しているとは言えず、ダム春透翌年の1978年5月には、記録的な昇雨が重なりや寒暖水を開始するに、至った。この状態が解消したのは、翌年3月になってからであり、 それまで287日間にわたり給水制限が続けられた。1994年においても同様に渇水が発生し、前原市において244日、福岡市において295日にわたり給水制限がなされた。周辺河川ダムの整備が途上にあることも一因であるが、随梅地川流域に関しては流域の遊水地が埋め立てられたこと、 土砂の堆積が続いていることに加え、従来ずらしていた田植えの時期が上流部と中下流部で、重複してしまっていること、及び梅雨の田植に備えて6月に、ダムの容量を空にしており、農業、漁業用水としてのダムの弾力的な運用ができていないことが挙げられた。対応策として、2003年度から2005年度にかけて、園庭改良事業を行い、ダム湖上流に2基の調査ダムを設置し、 大佐量の抑制を図ったほか、官邸機関と調整しダムの運用適正化や春節等の取り組みが続けられている。糸島市三北の茨山陸に位置する随売地上水上は、1978年3月の完成以来随売地ダムから直接取水し、福岡市及び糸島市内へ水道供給を続けているが、2011年4月1日より、 ダ四十42.75メートルの取水管を利用した小水力発電を導入し、浄水場の主電源として利用している。本小水力発電所は当初計画を上回る発電状況を記録した。その後、福岡県の調査により、県営ダムを利用した水力発電事業につき、検討が進められ、随売寺ダムを含む4ダムにて、再産性ありと判断されたため、 糸島市側へ設置打診を行った。その結果、2013年度より2016年度にかけて総工費2億4162万円にて設置工事を行い、固定価格買取制度にて発電事業を行うこととなった。年間発電量66.8メガワットで約190世帯に電力を供給し、年間2270万円の収益を得る。 福岡市の補助を得たことで6年間で投資を回収し、20年の FIT 期間中に2.5億円の利益を得る見通し。随梅寺川川口部の今津干潟博多湾には、和白干潟、たた川、川口、室見川、川口、随梅寺川、川口の4カ所に干潟があり、随梅寺川、川口の漢字を区間に位置する干潟は、今津干潟と呼ばれている。江戸時代までは、 ワンオーブまで砂浜であり、地引き網による岩飼料が行われていた。また河口は、水深3メートル程度あり、藻場もあったという。今津湾では、農地造成のための干拓が進み、明治初期には魚場がなくなり、地引き網漁は、東側の今宿付近がメインとなる。同時期に、干潟の堤防が完成したことにより、現在とほぼ同じ海岸線が形成された。その後はエビ。 タコ、シャコ等の繁殖的地として、タグリアミ漁が盛んとなり、イワシもアグリアミによる捕獲が始まり、当地域の主観産業となった。1910年からは、ノリ養殖も開始された。終戦後になると豊富な海洋資源から、漁村は、活気が戻り、ノリ養殖に加え急増した赤外漁業が中心となる。しかしながら、1953年の水害において、 随イ地側川が氾濫し、堆積物が押し流されたことで水深が浅くなった。加えて、博多庵から汚泥が流れ込んだことから、干潟に火器が繁茂し始めた。昭和30年代以降は、流域の資料処理場解説や都市化の進展があり、河川水が不栄養化するようになり、火器は干潟全体に点在して見られるようになる。1977年のズイジム完成を、 境に河川の流量は急減し、一方で南側を埋め立てて形成された横浜団地からの生活排水が流れ込み始め、今津橋付近を中心に下流右岸で柿気が形成された。以後、下気は今津橋を伝って左岸にも形成されてゆき、三尾筋の幅が狭くなり、閉塞域となった。今津干潟での海苔養殖は困難となり、1990年に 中止された。カキショウ自体は、水質改善に効果があるものの、イマズヒガタは、イボウミニナのような絶滅危惧種の生息地、カブトガニの産卵場所といった側面もあり、さらなる増大は、生態系に影響をもたらすため、カキショウを一定程度取り除く、必要性が唱えられた。これを受け、被害が問題となっている4所神社周辺を主な対象として、 カキシを取り除きカブトガニやコアマモの生息場を作るなど、干潟の生態系保全活動が進められている。ズイバ川に合流する河原川ズイバ川に合流する終戦寺川上流より記載、太地は二級河川有坂郷より下流方、川端郷より下流方、池田宮園郷より下流方板たち、高田付近上流より記載。ありがとうございます。